はい、どうもヒデです。今回ですね、テロップなしでピラティスのお話をしていきたいと思います。で、前回はですね、1回目ということでピラティスの上達についてお話ししていったんですけれども、ありがたいことにですね、コメントだったりとか、あとはメッセージの方ですね、いくつかいただいておりまして、コメントの中には、感覚がちょっと出づらいというか分かりづらいっていうようなお話もありましたので、そちらの、引き出し方なんかはですね、別な動画で上げていきたいなというふうに思ってます。ちょっとしたですね、感覚を引き出すテクニックもお教えしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。で、今回はですね、メッセージとしていただいた中なんですけれども、体幹とコアってよく聞くんですが、体幹とコアって違があるんですかというようなお話をいただいておりました。こちらについて今回お話ししていこうと思うんですけども、結論から言うと、体幹とコアっていうのは別物になります。ちょっと似てる部分もあるんですけれども、じゃあどう違うかっていうところをこれから説明していきますね。体幹とコアについてなんですけれども、体幹の方が定義としては分かりやすいんで、そちらから説明していきたいと思います。まずですね、体幹というのは腕とか足を除いた部分を体幹と呼びます。なので、腕とか足って全て合わせて四肢って呼びますけれども、四肢以外の部分ですね、胴体だったり、あとは人によっては首とか頭の部分も体幹として含めちゃう方もいらっしゃいます。ただですね、分かりやすいように胴体イコール体幹でもいいのかなというふうに思いますんで、そちらの方覚えておいてください。で、勘違いされがちなのはですね、インナーマッスルイコール体幹なんでしょっていうお話も聞いたりすることがあるんですけれども、インナーマッスルだけじゃなくて、パーツが胴体であればですね、外側の筋肉も体幹として含まれますし、あとはイメージとして強いのは、こうお腹周り、お前側の方が体幹っていう風に思われる方もいらっしゃるかと思うんですけども、パーツは胴体ですので、背中側の方ももちろん体幹として含まれますから、こちらの方も覚えておくといいかと思います。で、体幹については以上なんですけれども、じゃあコアはどこかって言った時にですね、言葉で説明するの結構難易度が高いんですよ。で、どうしても今回聞いて分かりづらいとかイメージ膨らみづらいっていう方はですね、概要欄の方に僕が3年前ぐらいに書いた記事なんですけども、コアと体幹の違いについてですね、図で説明してありますので、そちらのリンク先貼っておきますから、チェックしてみてください。はい、今回しゃべりでいこうと思うんですけれども、先ほど胴体イコール体幹というふうに説明しましたが、胴体の中でもですね、こうお腹周りに近いというか下の方中の、インナーマッスルなんですけども、4つの筋肉で、成しているところをコアというふうに呼んでいます。で、逆に言うとコアって4つの筋肉しかないんですけれども、先に何の筋肉かを説明しておくと、腹横筋っていう筋肉と、横隔膜、そして骨盤底筋群、多裂筋ですね、この4つを、コアというふうに呼んでいます。で、コアっていうのはですね、ピラティスで言うと似たような言葉でパワーハウスって呼んだりもするんですね。で、このパワーハウスがしっかりと、使えているというか、できていると手足がですね、動かしやすくなったりとか、パワーが発揮しやすいですよ。エンジンとかこう源になっている部分なのかなっていうふうに捉えてもらえて OK かと思うんですが、パワーハウスと呼ぶぐらいですから、お家を想像してもらうのが今回、一番言葉で説明するには分かりやすいのかなと思いますんで、今回はお家を使って説明していきたいと思います。で、まずはお腹周り下の方を想像してもらって、インナーマッスルなんで骨に近いというか内側の方だと思っていただければ OK かと思うんですが、その中でもですね、こうお腹周りというか外壁を成している、お家の外壁を成している、パーツの中には2つの筋肉があります。まずお腹の前側と側面の部分ですね、前と後ろをこうぐるっと覆っている筋肉が腹横筋といって、お腹のインナーマッスルにあたります。これコアの、一部になりますね。で、外壁の中のもう一個後ろ側の部分、背中側に当たる部分、背中のインナーマッスルは多裂筋という筋肉になります。復習しておくと、外壁の中にはお腹周りの腹横筋と背中の方にある多裂筋ですね、この2つの筋肉で外壁を成しています。で、あとは上と下になるんですけれども、屋根の部分、上の部分を司っている筋肉はですね、横隔膜っていう筋肉になりますね。横隔膜は聞いたことあるかもしれませんが、呼吸の時に使われる筋肉です。で、下の部分、土台になっている部分は何かというと、骨盤のところにあるんで骨盤底筋群と呼びますね。骨盤底筋と呼んだりするので間違いではないんですけれども、正確にはいくつか、骨盤底筋というのはありますので、総称して骨盤底筋群と呼んでいます。
まあ、その4つを合わせてコアというふうに呼んでいるんですね。で、先ほどお伝えした通り、そこのコアがですね、こう呼吸がしっかりできているかとか、お腹の方の奥が使えているかっていうことによって、姿勢が変わったりとか、あとは安定することによって手とか足が、動かしやすくなったりっていうようなことにつながってきますんで、そちらのですね、違いをぜひ覚えていただけるといいかと思います。まあ、逆に言うと、体幹イコールコアではないんですけれども、コアから見ると、まあ、体幹の一部であるみたいな感じですね。体幹の中にコアがあるっていう風に考えてもらって OK ですんで、まあ、体幹ももちろん鍛えることは大事なんですけれども、ピラティスとしてはさらにその奥の部分ですね、お腹周りに近い部分の先ほどお伝えした4つの筋肉をしっかりと使えるようになることっていうのが基本中の基本になってきますんで、今一度ですねこの違いをチェックしてみてください。分からなかったら概要欄の方をチェックしていただけるといいかと思います。この動画を見ていいなと思った方はチャンネル登録だったり高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回もお会いしましょう。